組織を強くする望月です。先週に引き続いてビジョナリーカンパニーをご紹介します。真に卓越した企業にはですね、カルトのような文化があると第6章に書かれているので、本当に私は面白かったので、ここから今日はご紹介していきたいと思います。それではよろしくお願いします。今日の内容はこんな感じです。カルトのような文化、ディズニーの事例、 P&G の事例、特別な集団に属している感覚を持ち基本理念を維持する具体的な方法をご紹介していきたいと思います。本日も短く分かりやすく具体的に、家事をしながら聞き流すだけでも分かるようにお話ししていきます。著者の言うカルトのような文化とはどのようなことでしょうか。一言で言うと、社員に存在意義や達成すべきことをはっきりさせている社風作りです。会社の考えを理解している人にとっては最高の会社で、理解できない人にとっては非常に居心地の悪い会社であるということです。厳しい基準に合わない社員や合わせようとしない社員は働ける余地は少ない傾向にあります。もっと具体的に言いますと、健全さ、魔法、妖精の星屑といった話に熱中できないならば、ディズニーランドで働くのは嫌になるでしょう。顧客のサービスに熱狂的になる雰囲気に居心地の悪さを感じるならば、ウォルマートの一員にはなれないでしょう。清い生活、徹底したサービスというモルモン教の影響を受けた社風が好きになれないのであれば、マリオットで勤務しない方がいいでしょう。 HP Way という企業哲学を学ぶ気になれないならば、ヒューレットパッカードで一員になるのは難しいでしょう。ディズニーは基本理念維持のために新人には何日も研修をします。そして以下のような新しい言葉を覚えます。従業員はキャスト、入場者はゲスト、勤務はパフォーマンス、仕事は役、マニュアルは脚本、制服はコスチューム、勤務時間はオンステージで、勤務時間外がオフステージ。社内の動きのほとんどを秘密のベールで覆っており、これによって神秘主義、エリート主義の感覚が強まっていると言われています。従業員の採用と教育を徹底し、秘密保持と管理に固執し、世界中の子どもたちの生活にとって特別に重要な会社だという神話とイメージを注意深く作り上げていることから、カルト的ともいえる信奉者が生まれており、顧客すらも信者になっていきます。忠誠心のある人は何度間違いを犯しても次の機会を与えられますが、神聖な理念を踏みにじる行為をすると直ちに解雇されます。続いて P&G、 正式にはプロクター&ギャンブルと言います。プロクター&ギャンブルは遥か以前から採用にあたって慎重に応募者を選別し、若者を雇って一番下のレベルから仕事を出発させて、 P&G 流の考えや行動を叩き込んで、企業文化に合わない社員は弾き飛ばして、中堅上級のポストは下から昇進してきた忠実な社員にしか割り当てない方針を貫いてきました。 P&G の教育には公式のものと非公式のものがあります。新入社員はオリエンテーションで P&G の流儀を教えられ、社史ザ・ブックという本を読むことを求められます。そこで価値観や伝統や歴史を学びます。工場には目立つところに創業者の一人の方の等身大の彫像が立っており、その彫像が工場を見つめているのです。そして本社はですね、シンシナティというどちらかというと孤立した場所にありまして、一日中同じ会社の仲間と働き、週末になると同じ教会に行き、同じ地域に住むのが当然とされています。ここで非公式の教育が先輩から受けられるということになっています。そして P&G には温情主義の給与制度っていうのはあるんですけれども、社員全員を密接に結びつけてきた長い歴史があります。利益分配制度、従業員持ち株会、総合的な健康、障害、退職、生命保険制度をアメリカ企業としていち早く取り入れました。これにより従業員の熱意を引き出しました。利益分配制度の資格を得るためには時価で年間給与に等しい株式を購入しなければなりません。株を購入することで心理的にも P&G の一員になっていきます。 P&G もディズニーと同じく秘密の保持と情報の管理に固執します。飛行機の中で仕事をするな、荷物に P&G の社員と分かるような名札をつけるな、人前で仕事の話をするなと上司が指示していて、守れないと処罰されます。経営陣向けの株式オプション制度にも厳しいルールがありまして、外部に情報を漏らすとオプションが取り消されます。 P&G はこのような教育と秘密主義の徹底で、特別で偉大でエクセレントで道義的で統制が取れた
最高の人材が集まっており、世界のビジネス組織の中でもユニークで伝統ある機関であると自認しており、従業員はその一員であることに誇りを持って働いています。最後は、特別な集団に属している感覚を持ち、基本理念を維持する具体的な方法について書かれているのでご紹介します。14個選びました。新人研修では技術だけでなく理念を教育し、価値観、規範、社史、伝統などを教える。社内に大学や研修センターを作る。仕事中も同僚や上司がさらに教育をする。社内から人材を登用する方針を徹底する。英雄的な行動や模範となる人物の神話を絶えず吹き込む。例えば顧客からの手紙をみんなの前で読み上げたり、偉業を成し遂げた方の銅像を建てるとか、そうやって常に神話を吹き込む。独特の言葉や用語を用い、価値判断の基準をはっきりさせるとともに、特別なエリート集団に属しているという感覚を持たせる。これはディズニーのキャストとか、ああいう言葉ですよね。釈迦、博士喝采、先生文、誓いなどによって仕事への熱意を高める。採用にあたって、あるいは入社後の数年間に厳しい選別を行う。昇進で会社の理念に適合している基準を明確にする。賞、コンテスト、表彰によって理念に基づいて努力した従業員に報いる。基準を破った社員には具体的な懲罰を目に見える形で加える。会社への献身を引き出す仕組みを作る。これは持ち株制度とかですよね。祝賀行事で成功を祝い、貴族意識とエリート意識を高める。会社の価値観、伝統、特別な集団に属しているという見方を発言や文章で絶えず強調する。以上です。今自分でこう話してみてる、見て思ったんですけど、私が以前いた外資系金融機関、結構こんな感じでした。ほぼこれでした。多分今同僚の方も見ていただいたら、ああ同じだなと思ったんではないでしょうか。そういうことで、私も貴族意識や理念めちゃめちゃ大好きです。今でも、辞めた今でも大好きです。ありがとうございます。以上です。ビジョナリーカンパニーから学べることはまだまだたくさんあります。説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ読んでみてください。実践した人だけがたどり着ける場所があります。合言葉に行きます。現状維持は衰退。早くやろう。たくさん。人に優しく、仕事に厳しく。最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。